ずるずる。どうも、竹雄です。ちゃうなはい、どうも、竹雄チャンネルです。おしみです。最近ちょっと動画を撮れてなくて、申し訳ないです。ちょっと今日撮っていくんですけども、最近ちょっとね、イライラすることが多いんですよ。なんか、多分ね、体調はちょっと崩したり、 なんか寝不足とかやったりで、なんかそれで結構小さいことに、ね、細かいことにちょっとイラーってすることがちょっと最近増えたように感じてて、まあ、ちょっとあかんなって思ってるんですけど、まあ、その中でもちょっと今日は僕が最高にイラーってきたことをちょっとね、3つぐらいちょっと話していこうかなって思います。ほら、1つ目いくぜで、まあ、まず早速1個目なんですけど、僕最近ちょっとね、なんか幼児とか色々あったりで、朝が最近早いんですよ。それで、あの、結構ギリギリに、 なんか準備をね、ちょっと急がないといけないんですけど、それでなんか最近ね、バタバタしがちなんですけど、あのー、朝になんかその、歯磨きしないといけないじゃないですか。それでこれちょうど昨日起こった話なんですけど、朝めっちゃバタバタしてて、あーもうちょっとほんまに急がないほんまに急がない場合ってなって荷物とかバーって詰めて、で最後ああ、歯磨かなと思って歯磨きするんですけど、その歯磨き粉がね、もうほんまにあと一回使ったらもう、 なななくっっっちゃうなってぐらいのの残りの量をやったんですよだからあのもうギューってねわかりますこの下の方からさギューってギューって指で押して押して押してであの,、ね、その出てくるところまでグーってグイってグイって持っていってで最後歯,み歯ブラシにチュルってつけてそれで最後グーって磨くっていうのを昨日やらないといけなくて。 並んで今日に限ってって思って、昨日のうちに買っとけばよかったなって思って、すごい後悔しながら、ちょっとギューギューって押してたんですよ。それで、時計を見ながら、うわ、やばいやばいやばい,やばいって思って、それでもう、あーって言って、最後、チュルンって出てきたんですよ。で、あ、よかったって,言って時間内から歯磨こうって思って、その歯ブラシをガッてビューとした瞬間に、その歯ブラシから歯磨くがポロって落ちたんですよ。<laughs> で、うわーって思って、もうその日はもうね、ちょっと、 もう無理でした。歯磨きをね、ちょっとそのまませずに、ちょっとミンティアだけガガッと口に入れて出たっていう、もう最高にあれはイラッとしましたね。タケタケポーシはい、二つ目。二つ目は、えっと、今日僕、コンビニ行ってきたんですよ。まあ、それは、あの、なんかお茶だけ買いに行ったんですけど、ちょっと欲しくて、行ってきました。で、入ったら、なんか雰囲気変わってるなって思って、で、あれなんでやろって思って、ちょっと見てみたら、なんかレジが、あの、セルフレジになってたんですよ。で、 えっと、わかりますよね。<laughs> あのなんやろ、まあ。店員さんがピッピって会計するんじゃなくて、まあ、機械に向かって自分があの必要な情報を入れてお金、えー、払って買うっていうシステムになっててですね。で、ああ、そうかそうかってなって、まあでも店員さん読んだらいいやって思ってたんですよ。で、まあ、僕お茶だけ欲しくて、あ買,い買いますと。 でその僕、その時どうしても現金で払いたかったんですけどそのセルフレジは現金ではちょっと支払いができなくて例えば、まあ、クレーカーで払うとかポイント払いとかあと、なんやろうあの ID 払いかなその電子マネーか、まあ、そういうのでしか払えなくて、まあ、現金だけ払えへんってなって困ったんですよって言店員さん呼ぼうと思ったんですけどなんか一人もいなくて。 で、あれどこやって思って、その見渡したら、あの、なんかプリンタのとこで、そのじいちゃんがなんかすごいこう困ってる感じで、なんかすごいバタバタしてて、で、そこにその店員さんがずっとつきっきりやったんですね。その、見てみるとその若いお姉さんだったんですよ。それで、じいちゃんが <laughs>、ちょっとこれはちょっとどうしたらいいんかねとか、なんかいや、半分こいつナンパしてるやろみたいな感じで、その、 なんやろうずーっとね付きっきりなんですよ。それでなんかちょっとええー、もうお茶だけやねんかちょっと早く済ませたいのになーって思ってちょっと若干イライラし始めたらなんかその後ろから「おいお前何しとんねん早く、はい、せえや」って急に言われてで「はい」って思って後ろ振り返ったら50人ぐらい並んでるんですよ。それで「ええー」って思ってでもそんなん言われても俺ちょっと現金しかないしなーって思ってちょっと。 ええって、それであの、スタッフさん、ちょっと店員さん読んでさすがに、ちょっとすいません、お会けしてくださいって。ああ、ごめんなさい、ごめんなさいって言って、まあ、それで払い終わってですね、お茶だけ帰って。で、それで、なんで俺が怒られなあかんねん、みたいな感じすごいイライラしながら、ちょっと待ってよ、でもこ、こうなった発端は、俺じゃないやろって思って、あのじいちゃんやろって思って。で、なんでプリンターの方、あんな苦労すんねんって思って、その店出るときにこう、ぐるって一周回って、そのじいちゃんの背中からちょっと、 チラーって見て帰ったろって思って、その見てみたんですね。そしたら、らずっとコピーを従ってたんですよ。それでも、まあ、コピーができん、コピーができんって言ってて、んで、何やねんこいつって手って、で、見てみたら、そいつずっとコピーするってとかピッピッってこう押したるくせに、左手に <laughs>、その、紙持ってたんですよ。<laughs> だから、いや、それじゃコピーできんでしょうって思って、それがすげえイライラしましたね。タケチャンネル はい。で、三つ目。三つ目は、なんか僕多分、前の動画でちょっとね、出してるんですけど、ま、そのカフェでバイトしてて、そこが今、あの、コロナのせいでちょっと休業になってるんですよ。だから、いやそれでシフト入れへんくて、ちょっと困ったなってなってて、あの、新生活のためにちょっとお金貯めとかなあかんなって思って、で、その、ああ、もうこれでまた探すしかないわって思って、で、もう、どうしよっかなって、またスナック入れてもらおうかなとかね、思ったんですけど、もそんなこと,ちょっとできないんで、 あ探してたんですけど、まあ、それで、一、ま、行、あ、前先が見つかったので、ちょっと面接しますよって言ってくれて、で,で行ってきたんですね。で、まあ、そこが、えっと、まあ、ちょっとちゃん、なんかバイトのくせにしっかり目の面接で、なんか、自分のことをどう思いますかとか、何学生時代頑張ったことはみたいな。いや、ほんまに就活の面接かってぐらい聞くんですよ。まあ、仕事内は、お店に突っ立ってるだけでいいんですけど。 まあそれであの答えて、はっきり答えて、あもう週5、週6で入れるんです、みたいな。言うてて、あじゃあほんなら、って感じで、あもうこれはいけたな、って思ったんですよ。で、あの結果また1週間以内に報告するんで、また待っててください、って言われて、あじゃあお願いします、って言って、こう帰ったんですね。で、えー、1週間経ち、えー、結果が、えー、来ませんでした。<laughs> <ょっ> <laughs> なので、まあ、落ちてるやんって思って。あもうこれは、あもう次額すしかないわ、って思って、<laughs> この1週間ちょっと無駄になっちゃったな、って。 思ってですね。で、まあ、こう、また別で探してたんですね。あそしたら、まあ、昨日になって、あの、家にですね、なんか、こんな、封筒が届いたんですよ。ほ <laughs> んで、あの、ちゃんとね、こ、こっちの反対側に、住所とですね、名前と、その、バイス先の会社の、あの、情報が書いてあって、ちゃんと切っても貼ってあってですね、ご丁寧にありがとうございますって感じなんですけど。 それでなんか届いたから、あ、あ、んやろうって思って、なんか、なんかしたのかなって思ってね。なんか、こっ入ってるんですよ。それで、あのー、開いてみたらですね、えっと、<laughs> ええー、読みますね。えー、背景、弊社、ドゥルドルドルルルルル、求人にご応募くださいまして、誠にありがとうございます。 え、厳正、慎重なる選考を重ねました結果、え、誠に残念ではございますが、木殿の採用は、え、見送らせていただくこととなりましたので、ここにご通知申し上げます。ふざけんなよ <laughs>。<laughs> あ、さ、俺一週間前に、<laughs> 返事もかったら落ちてるやんってね。なんでもわざわざもう一回書類で送ら、ね、送ってくんねんでね。なんなんこれ、マジで。ふざけんなよね。なんなんやろ、この、一回ね、ダメってね、言われたのにね、またもう一回追撃で来るみたいな。 ふざけんなって感じですよね、最初 <laughs> いやーなんかこれが、その、最近でも一番イライラしたことで。でもうね、押したんやったらもう送ってこんで、ええやんって。まあ、履歴書も書いてきたんで、また他のとこで使ったろうって思ったんですけど。まあ、ちょっと最近それが一番イライラしたので、まあちょっとね、あのー、聞いていただきました。すいません。<laughs> まあこんな感じで、すごいイライラすることが最近ちょっと増えてるので、まあちょっと僕はちゃんとね、たくさん食べて、たくさん寝て、たくさん運動して、あのー、ちょっとね、健康な心を養っていきたいなってすごい思いました。はい、まあ今日はちょっとね、ざっくり、だらだら話すだけの動画になっちゃったんですけど、まあまた明日からね、投稿頑張って再開していくので、えー、っと、またよろしくお願いします。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではバイバイ。